多分手前のこの壁やと思う。大きな根でこれずーっと手前に足を切って、この裾の根元あたりみたいな。で、息漂ってるところをスパーンと持っていく。まだもうちょっとおるんじゃないですか。いいんじゃないですか。そこそこ水深ある。釣りしやすいし。ちょっと4号のノーマル変えたんですが、少し重くしてちょっとそこが点取りにくかったので、風もないしやりやすい。すごいいいですね。成績とか3度目、2度か3度目が入ってて、4号に変えて1個分ですよ。4号のノーマルに変えて、投げる。足が狙ってみます。全部、9グラムのジグヘッドにちょっとシャット系のワームをつけて、でキャストしてそこまで入れます。なんか下りに入るまでちょっと大きめが。砂地なんで、曇りに入るまでちょんちょんちょんとしながら、あ、当たりましたな。当たった。ちょっとやっぱ曇りに入ってきたら当たる感じ。ほら、来ましたガシラちゃん。あまりにもイカが釣れないので。ちょっとあの潮止まりも入ってるんで、ワームを投げてみたら1投目に来ましたね。ちょっと楽しみありですね。ワームをちょっとエギングタックルでそのまんま、はい、美味しそうです。シャーシャー来た。ガシラマンションやると釣れませんね。お、動いてきた。今、ほんまに？お、これ、お。あ、どうだろう。でっかい。ほうほう。でこまいにょー。あこい、あこい、あこや、いっただや、よっしゃー、やりよ、やりよ、うーん、これや、これか、はい、釣れました。ちょっと痩せちゃってる感じのあこですね。肘はたきました。まあガシラよりはやっぱりよっぽど低く感じ。まあイギリスの合間にポロッとワームを掘って、こんなのもありですね。はい。